3月4日日曜日、福岡ヤフードームで福岡ソフトバンクホークスオープン戦が開催されました。千葉ロッテマリーンズと対戦するこの試合は嬉野市がスポンサーを務めました。この日はあいにくの雨にもかかわらず26,719人の入場者を集めました。嬉野市からも少年野球の子どもたちを含む500人が観戦です。ヤフードーム周辺には嬉野市ののぼり旗100本が並びました。嬉野市から PR 活動におよそ50人が参加、観光チラシ、嬉野茶などを配布し嬉野市の PR に努めました。谷口市長が嬉野市観光大使を務める本田雄一選手を激励しました。嬉野市少年野球の子どもたちがイベントに参加です。五町田小学校一ノ瀬寛太君がホークス選手とキャッチボールを行いました。塩田小学校の池田美希さんと吉田小学校の加工屋彩香さんがホークス・マリーンズ両チームの選手に花束贈呈です。塩田小学校池田美希選手にそれぞれ花束を贈ります。嬉野市内少年野球の子どもたちがお祝いマークスを務めました。始球式を務めるのは嬉野小学校の原口哲政君。ストライク。今日始球式してみてどうでしたか？緊張したけどストライクを取れてよかったです。今日は練習したの？いや、してません。中でキャッチボールはしましたか？はい。キャッチボールの感触どうでした？相手の胸に投げられていたのでよかったです。どうかな、やっぱり投げる前とかすごいどうだった？緊張しました。でも今ほっとしてるよね。はい。こういう雰囲気の中で試合見るのどうですか？すごく勉強になります。そうしたことで明日からどういうふうに頑張っていこうと思いますか？緊張せず頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はオンユアマークスキャッチャーのポジションでお出迎えということでしたがどうでしたか？意外と緊張しました。選手を間近で見えてどうだった？背が高く僕もああいう選手になりたいです。今日は嬉しの方からたくさん応援に来てるけど雰囲気どうですか？試合の雰囲気もっと盛り上がってほしいです。もっと盛り上がってほしい。好きな選手はいますか？はい。誰？松田選手や本田選手や細川選手です。いいよね。今日はすごい経験ができたと思うけど、明日からの練習どうしたいですか？プロ野球選手になれるためにもっともっと努力をしていきたいです。はい、ありがとう。緊張しました。うまく渡せましたか？はい。選手を間近で見てどうでしたか？嬉しかったです。どうでしたか？嬉しかった。協力試合でして、練習でチームで協力し合って試合で生かしてます。はい、ありがとうございます。さあ試合の開始です。無事大役を果たした子どもたち、リラックスして観戦を楽しみます。ホークス頑張れ。
炸裂するホークス打線にみんな大喜び。オーロラビジョンに嬉しの市の CM 映像も映し出されました。佐賀嬉しの温泉、7回表マリーンズの反撃が始まりました。先行したホークス、1点差まで詰め寄られます。4対3で迎えた9回表、パルケンボーグが登場。しっかりマリンズ打線を無失点で抑えました。花火でホークスの勝利を祝います。